そうですね、今年 JFL 初めて経験するのですごく楽しみしてるし、まあ、去年もあの天皇杯とか何しあの JFL のチームと何試合かやってると思うんですけど、まあ、すごいいい試合だったし、今年も全国であのいろんなチームと試合するのすごく楽しみしてます。あの JFL でもチームとしていい成績出せるように頑張ります。去年と違って、まあ、お客さんもちょっとずつ増えてくると思うし、まあ、去年すごい僕はホームでいいイメージがあるので、今年もたくさん勝って皆さんとたくさん喜びたいので、あのすごくドキドキ楽しみしてます。今週の土曜日本当にみんなでいい準備してるので、選手スタッフみんなで戦って、あの皆さんにいい試合を見せたいので、皆さんぜひ平方陸上競技場にお越しください。応援よろしくお願いします。すごく楽しみにしています。去年一昨年と、関西リーグで戦いましたが、それ以上に、レベル上がると思うので、もっともっと、チームで、一つになって、全国でしっかりティアモのサッカーを表現できるようにしっかり戦いたいと思います。チームの雰囲気はすごく明るくていいと思います。新しいメンバーも加わって、去年のメンバーとミックスしていいチーム作りができていると思います。JFL でティアモ旋風を巻き起こしたいと思いますので、競技場に足を運んでください。よろしくお願いします。レベルの高い環境の中で、個人的にはスピードだったりとかドリブル、シュート、アシスト、すべてのところでみんなとレベルの違うプレーをしていきたいと思います。で、チームとしては勝ちにこだわって取り組みたいと思います。ホーム開幕戦ということで、とても大事な試合になってくるので、勝ちにこだわって全員が一致団結してやっていきたいと思います。皆さん、去年の FC ティアモ枚方とはレベルの違う試合をしたいと思うので、ぜひ枚方市立陸上競技場へお越しください。よろしくお願いします。去年の戦力に加えて、新たに12人の選手が加わり、チームとして1ヶ月半いいトレーニングができて、ここまでは順調に来ていると思います。はい、アウェーで迎える予定だった開幕戦が延期になり、僕たちの JFL の初戦をホームで迎えられるということをポジティブに捉えて、さらに1週間準備期間も増えましたし、初戦をホームで迎えられるというアドバンテージを生かして、しっかり勝利できるように頑張りたいと思います。まだまだコロナウイルスの影響で制限のある座席になりますが、ぜひ現地に少しでも多くの方に足を運んでいただいて、応援していただきたいと思います。ぜひ枚方市立陸上競技場まで足を運んで僕たちを応援してください。応援よろしくお願いします。